むずいな。木が邪魔だな。木が邪魔だよ。クモの巣だいぶあるから人来てねえんだな。ここもなんかやらしい感じに木が邪魔してるよ。むずいよ。水深がないからな、難しいよ。むずいね。こういう川のヤマメは難しいよ。特にルアーは。どうしたって食わすタイミングが作りづらいもん。30ぐらいいたんですよ。あ、そう。もう一回ぐらい、もう一回ぐらい追ってくれそうだな。いやー難しいね。いや、追ってこねえな。もったいねえ。
モスがすごいね。本当に人が入ってねえんだな。ここで出ねえのかよ。チェイスもなかった。チェイスないな。チェイスがないってことはすげえでけえのがどっかね隠れてんだ。ああいいよいいよいいよ。あーこの辺からちょっとなんか釜が結構ポツポツ出るね。あと1匹ぐらい見たい。いやあと10匹ぐらい見れるっしょこの調子なら。いい感じだね。やっぱなんかこういう山辺ってここ2個くっついてるの多くないか。あるかもしれない。多分ねそれ成長とともに離れると思う。なるほど。いやでもやっぱここの山辺だな。そういうなんていうんだろうな、独特のここの沢の山辺って感じなんだろうな。バラしちゃった。バラしました。スレだったな今多分。スレ。すぐ外れちゃった。なんか。稚魚放流がちょっと大きくなったようなやつばっかだね。あ、そうですか。